まあ、それをずっと食べててトレーニングしてあの体になりました。え、そのお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。本日島田さんにお伺いしたことございまして。はい。島田さん、まあたびたび話題になってると思うんですけども、まあバッキバキにしたじゃないですか、1ヶ月約1ヶ月前、はい、あんなにバッキバキにするにあたってどういう食事をしていたのかなっていうのを気になりまして、やっぱ食事って大事って言われてるじゃないですか。トレーニングも大事やけど、はい、食事も大事っていうところで、もうあんま体をつけた食事をちょっと教えていただきたいなっていうところで、はい、お願いします。はい、食事は、まあ、年間通して同じものを食べて、まあ、原料食食べてるんですけど、原料食、はいはい、まあ、大体内容的には炭水化物が白ご飯ですね、はい、とタンパク質は、まあ、ほぼ鶏肉と卵の白身と牛のもも肉と魚はサーモンを、まあ、ローテーション。鶏肉は胸肉ですか？あ、そうですね、胸肉ですね。皮を剥いた鶏胸、はい、で、まあ、あと野菜になるんですけど、まあ、それをずっと食べててトレーニングしてあの体になりました。え、その普通ってその減量食みたいなって何をこうやったら痩せるみたいな、うん、同じも年間して食べてるんですか？そうです、はい。でそこで、まあ、量を調節というか、はい、まあ、量を変えていくんですけど、はい、トレーニングができるカロリーをまず摂取するっていうことを目的として食事をとってるので、はい、まず減らさない、まあ、減らしすぎない、まあ、調整するぐらいなので、はいはい、そもそもオフの時も下手なもんは食べ過ぎないようにしてるっていうのが一つで、そうですね。で減量期に入ってもそれは変えずにっていうところですよね。そうですね。なので、まあ、例えばこれは減量期間が短すぎると、例えば 100% の体でいうと多分8割ぐらいしか持っていけないんですよね。ただその減量期間が1ヶ月よりも3ヶ月になると仕上がりはしっかりやれるのかと思いますね。まあ、その余計なものが体に入ってこない期間が長くなるので、でしっかりと自分の目指す運動強度を保てたら、まあ、自然に運動量の方が上回るので、あの体はできるのかな、大会の時の体が。なるほど。じゃあ基本的にはオフの時と減量中の食事の内容的には変わらない。そうですね。量だけ制限して、うん、あとは運動量との計算であの体を作ってると、はい、特別なものを食べたいなことですね。じゃあこうオートミールとか原料食みたいな、そうですね、いわゆるオートミールとさつまいもにするときは、はい、甘いものが食べたいときに変えるんですよね。なるほど。ただあのオートミールに変えたときは自分は蜂蜜を入れるのでカロリーはしっかり取っちゃう。だから例えばオートミールにするときって、まあ、あの低 GI 値にしたかったり、その GI 値のコントロールで白米じゃなくてオートミール変える方多いと思うんですけど、そこに僕は蜂蜜を入れるんで結局 GI 値上げちゃうんですよね。はいはい。で目的としてはただ甘いものを食べたいから、うん、こうスイーツ感覚で食べれるオートミールにする。なるほど。まあさつまいももそんな感じなので、 GI 値上げたくないから脂肪吸収を抑えたいからっていう目的ではないので、結局量を食べるのでなんかカロリーも増えちゃうしっていうところ、ただそれを補うためには運動をたくさんして、うん、代謝を上げてっていう。でも食事のチョイス的にはカロリーが低いものを食べるっていうよりは、はい、同じものを食べてバリエーションとしてのオートミールだったりさつまいもだったりっていう、はい、運動でカロリーは消費するからどっちにしろカロリー取らないといけないから減らす必要がないってことですね。はい、逆に減らしちゃうとトレーニングの強度も減るから減らせないみたいなところも、はいはい、なるほど。じゃあ相当島田さんの体の燃費が悪いということですね。はい、栄養を入れ続けないと。はい、だいぶ燃費悪いですね。足トレの日とかっていうのは、はい、糖質を多めにしたりとかっていうのはあるんですか？いや、ほぼ変えないですね。ただタイミングは変えます。例えば大会前は1日5食食べてたんですよ。はいはい。で、まあ、上半身のトレーニングの時は必ずトレーニング前に2食入れる。で足の時は3食入れるみたいな。で終わってから2食食べる。で計5食みたいな感じで、
そう、食事を入れるタイミングはずらして、トレーニングまでにある程度のカロリーを入れてる状態っていうのは意識してましたね。量は同じです。なんかよくあの、まあ、競技やってる方があのローカーボとかハイカーボって言ってると思うんですけど、そこまではやってないですね。じゃあケトジェニックとかそういうのも、もうやってないです。基本的な、はい、摂取カロリーと消費カロリーで計算してみたいな。そうですね。なるほど。一番でもシンプルなんですよね。年間通して同じものを食べてて、で同じ量のものを食べる、まあ、減量中はですね、でトレーニングしてたら勝手に絞れるっていうのは一番シンプルだと思うので、なんか余計なことはやらないです。たまにラーメンとか食べたいなと思わないですか？最近ないですね。はい、もう別に普通に今の食事は満足してるんです。うん、おー、まあ、焼き肉は食べてるんですけどね。あれ？わかりました。ありがとうございます。こんな感じで島田さんはもう一年中としてとりあえず減量食を食べてると。はい、で大会前になると、まあ、若干の量の調節はあるけど、うん、基本的にはトレーニングの強度と計算してあの体が作り上げられると。わかりました。勉強になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではさよなら。